工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今日は2020年12月31日大晦日となりました。少しここで1年を振り返っていきたいなと思います。今年はコロナウイルスの影響により世界中の状況がね、ちょっと一変したそんな1年でした。工房節も例外ではなく、春のイベントがほぼ総だるをしましたので、本当にストレスを抱える1年となりました。なのでね、頭に10円ハゲが3つもできるそんな事態になり、本当にイベントがないということがね、これほどまでにストレスなんだということを感じました。まあそんな中ですね、また緊急事態宣言が明けて、イベント等の目処が立ち、お店の方もね、またネットの方がだんだん売れ行きが伸びてくる、そんな状況の中、夏ごろですね、YouTuber の皆様に公募説の作品を紹介していただき、今までになかったね、客層、いわゆる若年層と呼ばれる世代ですね、本当小学生から中学生、高校生、大学生といったそういう世代に、特にペンシルで、まあ、普通のペンシルではなく、僕の場合なんで、こういう木の入ったこのペンをね、ペンシルの方を買っていただく状況が明き、本当にね、すごい状況になりましたので、本当ありがとうございます。あ、 YouTuber の皆様、まあ特に一番名前をやっぱり聞いたのがですね、やっぱシーサーさんなんですけども、まあ、タムさんとかヨーダーさんとかロペルンさんとかシーさんとかコウメさんとかね、あの僕の作品をね紹介してくださった方たくさんいらっしゃいます。僕が把握してないところでも流れているのかなと思っております。本当にありがとうございました。まあ本当に秋イベント忙しくなりまして、僕の場合はね、あの自分で販売するだけではなく、ほとんどが文具店さんの方でね販売をしますので、まあ、文具店さんの方でイベントをしてお客様に来ていただき、本当僕だけではなく文具店さんの方も本当に良かったと言っていただける、そんな後半の1年です。そしてね、あの僕の方はね去年の倍以上材料を買っております。なので本当ににわかなんですけども、本当に YouTuber さんのこの宣伝のおかげで経済が回っているなっていう状況をね見ることができて、本当にありがとうございました。もう感謝でしかありません。まあ本当に前半がね苦しかった分、もう欲しいと言われるがままにね、あのとことん作ろうと思いましたし、もう倒れてもいい、そんな風に思ってねとことんやってきましたが、まあ、最後ちょっと12月体調不良により皆さんにご心配をかける羽目になり、本当に申し訳ございません。本当はねちゃんと自分でコントロールしてやらなくてはならなくて、まあ、それができたはずなんですけども、それを無視してまで無理してまで自分でやってしまったという状況があります。まあ、それはね YouTuber さんのせいではなく、僕自身がやれるのにやらなかった工房節が悪いんです。なのでね、あの私自身が悪いのであって、もう誰かが悪い、そういうわけではありません。なのでね、もう攻めるんだったらもう工房節を攻めてください。ペン出てこないじゃないか、怒るの構いません。それは全部工房節にぶつけていただければ結構です。耐えます。耐えたくないんですけど耐えます。まあ本当にねありがとうございました。で、まあ工房節といえば木ですね。まあこれはカリンのコブなんですけど、まあこれ僕が使ってるやつですね。あんまり使ってないんですけど、外に放りっぱなしなので紫外線でねやっぱりだん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 こうやって色が変わっていくんですよね。ほんと最初はもっとオレンジ色でした。なんですけど、ここまで赤くなりましたね。なので、あの基本的に使っていくと手の油を吸ってツヤが出てくるんですけど、まあ、使わなくてもねこうやって色はどんどん変わっていきますし、まあ十分手で使ってるだけでメンテナンス基本的にいらないと思いますね。まあ、ずっといけるんですけど、わざわざオイルとか塗る必要も基本的にはいりません。すごい汗とかね、手油をすごいかかれる方でね、ベトベトになったりする方はね、まあそういう時は拭い
柔らかい布ですね。まあハンカチで柔らかいものとかメガネ拭きみたいなああいうものでね拭いていただければ傷もつきませんし、そういうので拭いていただければと思っております。で、まあ、こっちは僕が使っている黒柿の縮み木のコンプロットなんですけども、まあ黒柿の縮みもねわりかし珍しいとは思います。でも黒柿といったらやっぱりクジャク木、ごめんなさいここには持ってきてないんですけども、まあ、そちらの方の、まあ、コンプロットをはじめ、まあ、ペンペンシルとあるんですけども、本当にね黒柿クジャク木だけはねめちゃくちゃ希少なので本当に数が出せません。特にね一部ぐらいに入るぐらいだったらねまだ出せるのかなと思うんですけども、全面に入るような極上と言われるレベルですね、まあ、ペンシルだと2万円以上つけるようなものっていうのは本当に数が出せないんです。なので欲しいと言われてもねなかなか出せない。今あるものは本当に数少なく、やっぱりイベントで来ていただいて実物を見ていただける方にお売りしたいと思っておりますので、来年も出していきます。イベントの方には必ず持っていきます。なのでね、まあ、そちらの方に来ていただければと思います。ただ正月企画ですね、今回その黒柿クジャク木のすごくいいやつ、いわゆるひぞっこちゃんと言われるやつですね、ペンシルの方のペンシルコルタ、短いペンシルですね、そちらの方来年販売なんですけども、先行販売として黒鉛さんの方で10本ほど、天波さんの方で8本ほど販売いたしますが、その中に黒鉛さんの方には2本ほどね黒柿の極上のペンシルがあります。なのでね黒鉛さんの方は1月1日から店頭の方で販売いたしますので、よければ見てください。でその後ね黒鉛さんの方は店が3日までやって、その後ネットの方に上げてくださるそうです。でペンハウスさんの方はね1月の6日からネット販売の方でスタートいたします。そちらの方はね黒柿の方はないんですけど、カニとかフライヤーとかハワイアンコアとか他にもねいい木の材ありますので、よければ見てください。そして川崎文具店さんの方はあそこは取扱店としては一番新しいところです。なのでまだなかなかね商品数が少ないので、今回は 0.7 のペンシルとブラッククリップの 0.5 ミリのペンシルの方を置いてきております。それに加えちょっとアウトレットの 0.5 ミリペンシル節の方を10本ほど販売していただく予定になっております。そちらの方はベースというネットアプリの方ですね、そちらの方で1月1日から川崎商店さん、川崎文具店さんのショップの方で販売いたしますので、よければ見てください。そして昨日納品にいたペンズアレー竹内さんの方では、螺鈿の万年筆、ボールペン、シャーペン、そしてあとは僕のクローズエンド節万年筆の方ですね、そちらの方を置いてきました。そちらの方は万年筆の方はね僕が使ってるやつ試し書きできるように送っておきますので、よければ実物見てね試し書きして、よければ使っていただければ幸いです。まあ2021年もイベント、ちょっとこのコロナ禍どうなるかは分かりませんけど、一応場所としてはゴールデンウィーク東京新宿での個展で、6月には九州博多での個展をする会場は取っております。ただコロナの状況によりちょっとどうなるか分かりませんので、まだイベント情報としては上げておりませんが、また近くになりましたら YouTube、ホームページ、ブログ等で宣伝していきますので、よければイベントの方来ていただければと思います。また今年のようにね取扱店さんの方でのイベントっていうのも来年少しずつやれればなと思っておりますが、本当にコロナというものが今後どうなるか分かりませんので、まあイベントやりたいんですけども、やっぱりねイベントに来ていただけると画像で見てるのと実物とではね本当に違います。本当実物見てよかったって言われる、画像見てねこれだって決めてたのにやっぱり見てみたらこっちが良かったみたいな話もね結構ありました。
なのにやっぱりイベントに僕は来ていただきたいので、イベントの方頑張ってやりたいと思いますので、また来年もお願いいたします。まあこういう木ですね、工房節はもう木にこだわっております。まあ勝手に節ワールドと呼んでおるんですけども、まあ節ワールドのこういう木も当然やっていきますし、普通の木でも、まあこれはホンジュラスローズと例えば似てるので言えばキングウッドやチューリップウッド、あとはピンクアイボリーとかパープルハートもそうなんですけど、あんまり木ではない、まあ島木程度木目があるよっていうものでも、実はこの辺はね色で勝負してるんです。まあ、見てもわかるんですけど、こういう濃い色や薄い色とかこういうのがやっぱり木の中にはあるんですよね。まあその中でも僕は材木屋さんに通ってとことん見て、たくさんの中から見て色がいいやつだけを厳選して使っております。なので工房節の商品はどんな木見ても色がいいな、すごい木使ってるな、そういう風に言っていただきたいですし、そういうのを目指しております。なのでね、もうそれはずっと変わりません、とことんやっていきます。なのでね、いい木、いい材料、そういう材料をねどんどん使って、こういう今はこういう文具を中心に作っていきますので、また見て触って、そして気に入ったら使っていただければと思っております。では皆さん、今年はありがとうございました。良いお年をお迎えください。2021年も頑張りますので、来年もよろしくお願いいたします。では失礼いたします。